今日はリズムに合わせて動ける体を作るダンベルワークアウトを紹介します。ぜひ見ながら一緒にやってみてください。自分は5キロのダンベルを使ってやっていきます。最後までリズムを崩さずにできる重量がいいんで、最初は2キロとか3キロから始めてみてください。慣れてきたら徐々に1キロずつ増やしていくといいと思います。で、各種目30レップずつやっていくんで、なるべくリズムを崩さずにペースを保ちながらついてきてみてください。それでは早速始めていきます。最初はタッ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 のリズムでクリーン&ジャークやっていきます。スタート。種目の間にしっかり呼吸を整えて、次はスラスター、ダンダン、このリズムでやっていきます。次はステップガール、足踏みしながらカールを速いペースでやっていきます。で、左右の手を上げて、次はジャックしながらサイドレイズをやっていきます。これはターン、ターン、ターン、ターンリズムで、リフトしてプレス。
1、2、3、4、このリズムでやっていきます。ダメだ。1、2、3のリズムで、インタクトランジ。1、2、3、お膝を引き寄せて、上体を起こしながらやっていきます。スタート。このように同時に、複数の関節や筋肉を使うことで、動ける体、日常生活や、スポーツに役立つ体作りを行うことができます。またこのちょっと速いリズムに合わせてやることで、しっかり代謝も上げて、脂肪燃焼効果も、高めることができます。また心肺機能も高めることができるので、ぜひ挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。ネイチャーカンフィットネスもよろしく。クーポンコードはファイト15。